シオンさんたち、またデートに行ってきたんですか？俺が誘っても応じてくれないのに。違うわよ。今日はそういうのじゃなくて。じゃあどういうのなんだ？黙秘します。とにかく今日はシオンさんが一緒じゃないといけない用事があったのよ。だからなんで笑ってるの？別に。もう！それじゃあ僕、そろそろ部屋に戻るね。なんだ、もう寝るのか？今日はいろいろあったからね。一人で喜びをかみしめたいんだ。今のは一体どういう意味なんだ？何があったんですか？面白そうだな。聞かせろよ。もう静かにして。真由澄様。例の件ですが、無事片はつきました。そっか、ありがとう。あなたに礼を言われる筋合いはありません。ひばり様を守るのは当然のことですから。君は怒らないんだね。それは何に対してでしょう？だって僕のせいで彼女に迷惑がかかったんだよ。嫌味の一つでも言われると思ったけど。何かと思えば、そもそも今回の件はひばり様の行動が招いたことでしょう。あなたの事情は関係ありません。そう、わかったよ。じゃあまた何かあったらよろしくね。それはどういう意味でしょう？だって僕とひばりちゃんが結婚したら、こういうことがまたあるかもしれないでしょ？彼女はきっと僕を選ぶよ。言葉にはできなくても、
気持ちはもう僕に向いてるし。そういうのを日本では、取らぬ狸の皮算用、というのですよ。へえ、どうでもいいけど。あなたはひばり様のことを何も分かっていない。確かにひばり様は今、あなたに大きな関心を寄せています。ですが、それだけです。さて、本当に長い付き合いができれば良いのですが。はい、ゆりか。久しぶり。ランチはもう終わった？そう、よかった。ちょっとお願いがあるんだ。至急だよ。実はこっちで、ルクレールの個展があったんだけど。まあ、うん、そう、いつもの。ただ今回は事情があって、写真は撮らせたんだ。僕がアメシストだってことは、伏せてくれるとか言ってたけど、本当にそうしてくれるかはわからない。悪いけど、そっちの事務所で押さえてくれる？ありがとう。さすがは敏腕社長だね。え？いやだよ。もうその気はないから。うん、大丈夫。元気だよ。そっちも変わりないみたいでよかった。そうだな。しばらくは日本にいると思う。もしかしたらもうそっちには戻らないかも。秘密。それじゃあね、よろしく。これでよしっと。それにしてもあんな昔の写真にいつまで振り回されるのかな。あなたはひばり様のことを何も分かっていない。
すがにこんな遅い時間じゃ誰もいないか。昼寝しちゃったからかな。全然眠くないし。どうしよう。アメシストか。私には君が必要なんだ。あの作品のように私のすべてを許してくれ。救いを与えてくれ。
シオン、ありがとう。あなたがそばにいてくれるだけで、私は。聞いてくれ、シオン。君にしか話せないことなんだ。懐かしいこと思い出しちゃった。久しぶりにアメシストを見たせいかな。もしかしてそちらの方は？そうなんです。あのアメシストなんですよ。あらあら、お噂は金がね。こんな美しい方を独占できるなんて、毎日が楽しいでしょ？ええ、彼は本当に素晴らしいんです。こうしてそばにいてくれるだけで。イメージが無限に湧いてくるというか。そう、私にとって彼はミューズのような存在なんですよ。芸術の女神ね。確かに美しいわ。君、シオン君と言ったね。よければ次は私のところに来ないか。絶対に不自由はさせないが。やめてください。彼は今、私のパートナーなんですから。随分な騒ぎじゃな。おお、高宗氏だ。あの東条家の？彼は君の連れかね？はい、高宗氏もご存知でしょ。彼はあのルクレールのモデルで有名なアメシストでして。ああ、あの天使の。眉住シオンです。どうぞよろしくお願いします。つまらん。え？
どういう意味ですか？それはまさか彼のことでは。だからそう言っとる。芸術品としては飯を食わないだけ人形の方がまだマシじゃ。人間としての面白みを感じぬわ。そんな。今のは一体どういう意味かしら。高宗氏は独特なお方だからな。私たちにはさっぱりわからないよ。シオン、気にしなくていいんだからね。きっと虫の居所が悪かっただけだろうから。ちょっと行ってくるね。シオン、どこに行くんだ？失礼、ミスター高宗。よろしければ少しお話を。なんだ、苦情なら受け付けんぞ。あれはわしの素直な感想じゃからな。はい、だからこそお話ししたくて。ああいう評価をされたのは初めてなので、詳しく聞かせてほしいんです。話せないやつというわけではなさそうじゃな。実はわしもお前に興味を持っておった。面白い青年が来ていると周りから聞いていたからな。ある者はお前のことを天使のように可愛らしいと言い、ある者はイケメンだと言っていた。あとは明るく元気だと言っていた者もいれば、礼儀正しい堅物だと言っていた者もいる。おかしいですか？同一人物とは思えんだろう。普通だったらもっと似たような感想が出るはずじゃ。どんなにうまく隠しても本質は必ず見抜かれる。それが人間だからの。だが会ってみて分かった。お前は要するに自分の形というものがないのだろう。自分の形？そう、お前は人から求められれば、それに応じた理想の形を取る癖がある。わしからすると、それが心底気持ち悪い。見るたびに形が変ずるその様は、まるで雲のようじゃからな。これなら、うちの孫娘の方がよほど面白い。まあ、あれは逆に硬すぎて可愛げがないが。お孫さんですか？俺、あそこにおる。見てみろ。
どうだ、うちのバカ孫は。綺麗だと思います。だけどすごく儚くて脆い。中にはみずみずしい繊細な部分があるのに、それを悟られまいとして全身を棘で覆っている。まるで未成熟のバラみたいな。おほう、そう見えるか。ひょっとしたらお前にはできるかもしれんな。あのひねくれたバカ孫の鉄壁を崩すことが。どういうことです？簡単な話よ。シオンと言ったな。お前がもしその気なら、あの娘をやってもいい。え？もちろん、お前がヒバリを振り向かせられたら、という条件付きじゃがな。とよく似合う。なんじゃ。僕はきっと彼女によく似合う、そんな気がします。なるほどな。改めて連絡する。詳しい話はまたその時に。はい、よろしくお願いします。まあ、候補が4人もいるのはちょっと予想外だったけど、ここでの生活は刺激的だし、彼女とも少しずつ仲良くなれてるから悪くはないよね。
ぶらり美術館巡り。今日は六本木に最近できたおしゃれなギャラリーに来ています。ゲストはシーナ・ルーだよ。よろしくね。ルー君はここのギャラリーによく来ているって聞いたけど本当？うん、絵とか写真を見るの好きなんだ。この前のルクレール展の時なんて毎日通わせてもらっちゃった。毎日？それはすごいね。そういえばその時すごい出会いがあったって聞いたんですが。そうそう、週刊誌とかにも載ってたじゃない。一緒に写ってたあの男の人誰なの？これお前じゃん、シオン。ん？俺、この写真が載ってる週刊誌見ました。すごいですよね。シオンさん、芸能人みたい。ナユタ君、週刊誌なんて読むの？公園でおばあちゃんが見せてくれて、おばあちゃんもイケメンだって言ってましたよ。ちょっと待ってくれ。この写真を撮られたのってもしかして抜け駆けデートしてた日じゃないか？現場もルクレール店だしね。それはえ、ひばりさんも一緒にいたんですか？だったら写真撮ってもらえばよかったのに。撮られはしましたが、ひばり様が写っているものはこちらで差し押さえさせていただきました。余計な醜聞に巻き込まれるわけにはいきませんので。ちょっと残念。残念なことなど何もないよ。彼女の写真が世に出回ったりしたら、さらにライバルが増えるだろう。だって俺のひばりさんは、こんなに美しくて可憐なんだから。でも、騒ぎはすぐに収まると思うよ。あんまり気にしなくていいと思う。ま、芸能界なんてそんなもんかい。確かに、こういう写真もいっぱい撮られてるみたいですもんね。ひばりちゃん、どうしたの？
何でもない。そう、ならこっちで一緒に雑誌を見ない？君に似合いそうな服が。いい。どうして？あ、僕がそっちに行こうか。それも遠慮する。何気取ってんだよ、お嬢。何でもない。僕が君の全部を許して、本当は傷つきやすいその心を包んであげたい。そういえば、ひばり様、最近ルー君の SNS ってチェックなさってます？え？見てないけど。それで、ルー君がどうかしたの？最近ちょっと元気がないみたいで。元気がない？ほら、この間ルー君と真由泉さんの写真がスクープされましたでしょ？それなのに、彼が真由泉さんについて全然話してくれないことを不満に思っている人が多いようで。そうなの？ええ、どうもアメシストというのはルクレールファンにとって聖域とも呼べる存在らしいのです。だからそんな彼のことを独り占めしているみたいに思われてしまったようで。中にはルー君に直接文句を言ったり、脅迫まがいのことをしている人もいるんですのよ。怖い世界なのね。真由泉さんは今回の件について、なんと？すぐに騒ぎも収まるだろうから気にしなくていいって。
なるほど。もしかしたら彼が何かしら手を回したのかもしれませんわね。どういうこと？こういう報道にしては珍しく、後追いの取材が全然ありませんもの。これが普通のスクープだったら、真由澄さんのことはもう調べ尽くされているはずですわ。そういえば、あの時のシオンさん、すぐ春日に連絡してくれたり、こういうことに慣れてそうだったわ。春日以外に手を回してても不思議じゃないかも。やはりそうなんですわね。でもルー君が黙っているのはシオンさんとあの時約束したからよ。それなのに非難されるなんてちょっとかわいそうだわ。彼が叩かれているのはそれだけが理由ではないのかもしれません。え？ひばり様、問題になった写真を見たことは？ええ、一応。ルー君には悪いですけれど、やはり真由澄さんと並んでみると霞んで見えましたわ。被写体としての格が違うというか。それなのに真由澄さんを利用してというふうに見えるのも叩かれる要因なのかもしれません。そういうものなの？ええ、それはもう。まあ、ひばり様は毎日実物を見ているから、そんなこと言われてもピンとこないのかもしれませんわね。そんなには見てない。最近は特に。どういうことですの？見てないも何も一緒に暮らしているのですから。それはそうだけど、なんていうか、見るに見られないというか。ははーん、なるほど、理解ですわ。な、何を？これは緊急招集ですわね。というわけで、女子会を開催させていただきます。なんで私まで。本日の議題はひばり様のロマンスの進展具合について。別に進展なんて。先日お話しした時にはご自身の気持ちが恋なのかどうかもわからないと言っていたひばり様、それならばと恋人らしい妄想をさせてみるも、すぐにぶん投げてしまう恥じらいを見せておりました。それが今やときめきすぎて真由澄さんの顔が見られないというところまで発展。別にときめいてなんか。一体ひばり様に何があったのか、そして真由澄さんの本心は。乙女街道まっしぐらなひばり様に、私と有村さんがズバリメスを入れていく。本当に違うのに。もう諦めなよ、
こうなったカノはめんどくさいから。それでひばり様、何がどうなっておりますの？それは…それで、私が落ち込んでいた時、シオンさんに言われたのよ。私にそんな顔をさせたくない、甘やかしてあげたい。あらあら、まあまあまあ。へえ。そうしたら変に意識しちゃって、まともに話せなくなったっていうか、顔も見られないっていうか。ひばり様、何？これぞ萌えですわ。その場にいなかったことが悔やまれます。え？つうかさ、それもう完全にそういうスイッチ入ってるじゃん。そういうってどういう？だから恋愛のスイッチみたいな。あんたもまんざらじゃなさそうだし、もうくっついちゃえば？そんな適当な。もっといろいろ考えてからじゃないと、さすがにくっつくとか。ピンときたならそれで十分でしょう。っていうか、いろいろって何？モデルを辞めた理由が気になるし、きっと過去のトラウマみたいなのもあると思うのよ。でも私が踏み込んでいい話なのかどうかもわからないし。そんなの本人に聞くしかないでしょう。そうですわね。ご本人の心中のことですから。でもタイミングを外しちゃって。それにシオンさんが本当の意味で私を好きなのかすらまだ分かってないし、もしかしたら単に新しいパトロンが欲しいだけなのかもしれないし。話を聞いた感じ、すでに真由澄さんはひばり様を恋愛対象としてお好きなのかと思いましたけれど。好きじゃなきゃあんなこと言わないだろうしね。つか東条って、まずは告白してくれなきゃ安心できないタイプ？普通はそういうものでしょ。別にそういう雰囲気だったら流されちゃうのもありだけど、私の場合は。まあそのあたりは人それぞれとしても、シオンさんはその無職なのよ。本人も悪びれもせずひも志望だし、さすがに東条家次期当主の伴侶がそれはまずいでしょう。そう？ぶっちゃけどうでもよくない？はあ？そうですわね。そのあたりの言い訳なんていくらでもつけられそうですし。あんたのじいさんだってそのあたりのことは承知の上で候補にしてるんでしょ？ガチで花婿に選ばれた時の対処だって絶対考えてるはずだと思うよ。もしそうだとしても、普通に考えて結婚相手がひもってありえないでしょ。
こだわりすぎじゃない？男一人養ったくらいで潰れる家でもないじゃん。最近では専業主婦というのもありですものね。要はひばり様のお気持ち一つでどうとでもなる問題ですわ。それでも私にとっては重要な問題なの。あんたさ、どうしてそんなに頑なの？別に、私は。まるで自分が恋してるのを認めたくなくて、そのための理由を探してるみたい。まあまあ、有村さんの意見もわかりますけれど、彼女の気持ちも察しましょう。ひばり様は繊細ですから、有村さんのように本能的には生きられないんですのよ。それどういう意味？ただいま。あ、おかえり。今日は少し遅かったね。つむぎたちとお茶してて。大丈夫だよ。え？そんな風に避けなくても、一夜みたいにがっついてくどいたりしないよ。だから安心して。どうして？だってひばりちゃんは普通の子よりデリケートでしょ？慎重で怖がりで。だから気持ちの整理をする時間が必要かなって思ったんだ。君が僕と向き合えるようになるまでせかしたりしないよ。シオンさん。じゃあ、また後でね。待って。大丈夫だから。え？ちょっと混乱してただけで、もう平気だから。
ありがとう。それじゃ。待って、ひばりちゃん。シオンさん？今からちょっとだけ僕の部屋に来てくれない？時間は取らせないから。少しなら。よかった。じゃあ行こうか。何か用があるんでしょ？うん。実は最近ずっとひばりちゃんを甘やかす方法を考えてたんだけど。甘やかす？この前言ったでしょ？君を甘やかしてあげたいって。誰かに甘えたり、頼ったりするのを悪いことだと思ってる。だからその分、僕がひばりちゃんを甘やかしてあげたいんだ。私は別に甘やかされたいわけじゃ。うん。僕が勝手にやりたいだけ。それでね、いろいろ考えてみたんだけど、まずはこれかなって。え？な、何？動かないで。
うん、ひばりちゃんの髪は綺麗だし、手入れも行き届いてるよね。枝毛もないし、サラサラしてて触ってて気持ちいい。ありがとう。執事君からヘアケア用品は行きつけの美容室で勧められたものを使ってるって聞いたけど、本当？そうだけど。うん、今のも悪くないと思うけど、もうちょっとツヤ感が欲しいかな。もっと君に合うものを探してみる気はない？え、でも。自分の髪に合った成分とか香りを配合してオリジナルのケア用品を作れるサロンがあるんだ。今度一緒に行こう。君が良ければ週末にでも。ちょっと待って。何？オリジナルとかそこまでしなくていいから、今ので十分。でもそれを使えばもっと綺麗な髪になるよ。大丈夫、僕が保証する。そういうことじゃなくて、とにかくいらない。どうして？だってそんなの贅沢すぎるもの。贅沢？そうかな。君が今使ってるケア用品だってハイブランドのものだよね。洋服やコスメだって一流と言われる品ばかりだし、今更だと思うけど。それは東条のものとして必要だからよ。私だって高級品が好きなわけじゃないけど、それなりのものを身につけていないと東条の娘として恥ずかしいもの。見てる人は見てるんだから。つまり義務のためにならよくて、自分の趣味とか好きなもののためにお金を使うのはダメってこと？まあ。そっか。僕は贅沢は悪いものみたいな考え方は好きじゃない。心や生活を豊かにするために必要な投資は惜しむべきじゃないよ。お金に困ってるなら別だけど。まして君みたいに普段から自分に厳しく生きようとする人ほど贅沢はした方がいいと思う。好きなものや特別なものに囲まれて心を満たす時間を作ってあげるのは大事なことじゃないかな。それは。そういう意味で自分を甘やかしてあげることも覚えた方がいいと思うよ。考え方を変えてみようか。この髪の毛が今よりずっとサラサラになるんだよ。それって嬉しいと思わない？綺麗になれるって嬉しいよね。特に女の子なら。でも。髪のお手入れにお金をかけるなんて
年頃の女の子ならみんなやってるよ。綺麗になれる幸せな時間があれば、それをご褒美に頑張ろうと思えるし、欲しがっちゃいけないって我慢するよりも、どうやったら欲しいものを手に入れられるか考える方が人生は楽しいよ。別に何でもかんでも我慢してるわけじゃ、単にそこまで興味がないだけ。そうかな。ひばりちゃんって難しい。幸せになれる方法があるのに、わざわざ我慢するなんて。どうしたらいいかな。何してるの？撫でてる。やめて。そっか、わかった気がする。な、何が？秘密。ヘアケアのことはとりあえず今は諦めることにする。無理に押し付けても仕方ないしね。そう?うん。時間取らせてごめん。宿題頑張ってね。
シオンさん、何してるんですか？何言った？ナイタ、ちょっとしゃがんで。ん？何ですか？あれ、なんかよくわかんないですけど、俺褒められてますか？うん、ナユタはいい子だね。用は済んだから、あっち行っていいよ。はーい。なんで褒められたんだろう。まあ、いっか。ただいま。待ってたよ。待ってた？まさかここでずっと？ナユタじゃあるまいし、車の音が聞こえたから来ただけだよ。そう。今日もお疲れ様。頑張ったね。出かけるの？ええ、ひばり様のお迎えの時間ですので。では。待って。何か？君、ひばりちゃんのこと撫でてあげたことある？は？私は執事であって、ひばり様の恋人ではありませんので、変に勘ぐられるのは迷惑です。まあ、それはそうだよね。
そういうことか。僕を好きになってもらうのが最優先だと思っていたけど、それよりも先にやらなきゃいけないことがあるみたい。ただいま。おかえり、ひばりちゃん。ん？何？なんでそんな顔してるの？ううん、なんでもないよ。で、撫でるの？いや。そういうわけじゃなくて。なら、いいよね。え？ダメ？撫でるだけなら。それじゃ、またね。楽しみにしててね、ひばりちゃん。